小島よしお、小島よしお、小島よしお、1980年11月16日隊は、日本のお笑いタレントである。本名及び、旧芸名、小島よしお、読み同じ。沖縄県島尻郡久米島町生まれ、千葉県千葉市稲毛区育ち。早稲田大学教育学部国語国文学科卒業。サンミュージックプロダクション所属。欧米アジア語学センター副校長。 身長1 7 8トル、体重7 0ラム、血液型大型で左利き、ただし、ペンは右で持つ。ウェイジを結成する以前は、モデル活動していた時期もある。父は、北海道出身。母は、沖縄県出身。沖縄県、久米島に生まれ、その後東京都に移り、さらに、千葉市に転居。兄が一人いる。テレビ番組などでは、 沖縄にちなんだトークも多い。また、親の手伝いなどもあって、沖縄料理もできる。千葉市立津が小学校、千葉市立津が中学校、千葉市立稲毛高等学校出身。子供の頃からわんぱくで、目立ちたがり屋で、小学校では、帰りの会でコントをやったり、高校の卒業式では、全校生徒の前で勝手に歌を歌ったりと、人を驚かせるのが昔から、大好きだったという。 高校卒業後は1年間の浪人生活を経て、2000年に、早稲田大学教育学部国語国文学科に入学。広末良子とは、同じ学部、学科である。千葉春治ゼミに所属し、後輩に、渡谷理沙がいた。大学時代のサークルの中で活動していた元英二のメンバーで、当時はアミューズに所属しており、メンバーには、カモメンタルの二人と、手賀沼純がいた。 ウェイジは素人で MX に出てコントをやっており表現者としての道を真剣に意識し出したのがこの頃だったという大学時代は宮崎信子らと同じサークルに属していた2006年に卒業大学時代に2年留年していた当時はオーディションを受けたりもしていてとにかく芸の世界に入りたいと思っていたが大学卒業と同時期にウェイジが解散してしまい これからどうしようかと途方に暮れていたこともあったという。芸人を辞めようかと迷いながら、周囲の助言により、何とか続けられた、人の意見を素直に聞くことが成長につながった等と、語っている。2016年7月18日、小松愛と結婚した、筋肉質な体を強調するように、ブーメランパンツ一丁の姿で登場することが多い、いわゆる裸芸人。 2008年10月31日放送分、ぐるぐる、99では、自分と同じブーメランパンツを着用した、所属事務所の後輩芸人たち、アンペア、フィフティーカーニバルなどを引き連れて、小島よしおブーメランズとして出演したこともある。ユーキャン新語、流行語大賞2007トップ10に入賞。小島をスターダムにのし上げた最も代表的なネタ。 最も多様する流れは以下のようになる。というもの。でも、そんなの関係ねえ。3、はい、お、パッピー、チントンシャンテントン2が基本の流れとなるが、短いネタを連発するときはこの限りではない。最近は、はい、お、パッピー、ウィーという流れが多い。BGM は、初期は、ウッディの、ハイプロー、テック、ツインピッチの、ゲットオブラスターを使用。 いずれも DJ タサカのミックスアルバム DJ タサカプレゼンツミックスオブカラーズ収録。この2曲をノンストップで編集したものを演奏。2011年現在は元サクランボ、ブービーの木村啓太、いちごモル敬太リミックスによる小島よしおエピソードアイ、エピソード2を使用している。イントロは前者が1小節、後者のうち愛は3小節、2は2小節である。 初期の頃は、ネタの途中におかしくなることがあり、オチにつながらずに終了してしまったり、また、はい。おっピーではなく、おっピーと言っていた。2007年5月に行われた、第5回お笑いホープ大賞で準決勝、ビリ組に進出した際、ネタ見せのオチは、安定くださいおっピーだった。司会者に、おっピーって何ですかと質問されると、さも、 当然でしょうと言わんばかりの下り顔で、オーシャンパシフィックピース、太平洋に平和を、の略だ、答えるところまでがネタ。太平洋の英語での表記は、ザ・パシフィック・オーシャン、パシフィック・オーシャンであり、本人は、太平洋のことを英語では、オーシャン・パシフィックであると勘違いしていたことを覚えている。ネタが誕生したきっかけについては、学生時代 DJ だった、先輩、サクランボ。 ブービーの木村啓太がいきなりマイクを振ってきたが面白いことを言えなかった時にそんなの関係ねえという言葉がとっさに思いついたことがきっかけというこのネタには明確な終わり方が存在せずスタッフの判断や小島本人があらかじめ決めておいた時間にも音楽が止まりその時点で終了となる形をとっているそのため音楽が止まらなければギャグを言い続け また話すことがなく、魔をつなぐ時などは両手を軽く開いて肩をすくめて、左右交互に前後に揺すり、土さま切れに共演者に近づきながら、ウィー、という。ウィーの応用的用法として、共演者が、僕、昨日家でウィーしてましたというものや、小島が肩を揺らしながら、ウィー、とぼける、というものがある。爆笑レッドカーペットでは1分という、制限時間内にネタを披露するため、 おパッピー、終わり。と、自ら、ネタを締めたり、はい、おパッピー、流して、とステージ上のコンベアを貸すよう促したりしている。エンタの神様では、当初、でも、そんなの関係ねえ。と連呼している間に照明が落ちて、強制終了というのがパターンとなっていた。2011年現在では、趣向が変わり、 魔法の言葉をパッピーでネタを締めて終了になっている。プロ野球チームなどのマスコットが、そんなの関係ねえ。の芸を真似ることも少なくない。特に中日ドラゴンズのマスコットのドアラが代表格とされ、動画サイトにも掲載されている。ゲストや周りにいる人に、筋肉、ナイスですねと言わせ、親指を頭の上に立て、ナイス、ナイス。 ナイスタカラッターナイスと言わせるものがある。また、稀に最後のナイスがコン影への狐を作りながらやおにぎり、拳をグーにしてなどに変化することがある。また、全身をブラブラさせながら体の各所をパーカッションのように叩き、ラッタラッタピーヤラスタピーヤなどと踊り歌い続けるものや更新しながら何の意味もない。何の意味もない。 締めは、はい、ずいずいずいと叫ぶものもある。2009年初頭から、ゲストや周りにいる人から、大丈夫と振ってもらった後、手を頭の上で叩きながら、大丈夫大丈夫、大丈夫大丈夫、とリズミカルに繰り返し、はい、ラストラウイ、と叫び、右足を45度に傾けながら、右手を敬礼風にめか紙に当て、やかしゃかランランラン。 とスにした手を上下させながら、自身は左右に銅というものもある。ラスタラウェイトは、ラストアラウンドウェイのことであり、最後の遠回りという意味とのこと。これは一種の滑り芸であり、また周りの人間に触れて伝染させる形式である。なお、伝染ギャグという形では、藤原の原西隆行のポクチンやペナルティのワッキーのお化けの救急車がある。この伝染形式はまだ、 終わらせ方が決まっていないため、同年2月18日25日放送分、クイズ。ヘキサゴン2において、同番組の携帯サイトで終わらせ方を公募することが発表された。そして同年3月18日放送で約3000通集まったと発表。その中からいくつかやるが滑った感じになってしまい、再度公募されることとなった。また、 ウィリアム・テルジョ曲にのせち首を両手で隠したり見せたりしながら、パッパカッパカカパパパパイイイ、ッパカパッパパカイパイパイ、パカパッパカパッパカパイパイパイ、パカパッパカパイパイパイと踊るギャグもある。他にも、なんかちょうだい、小島リオネット、90度90度ここ、膝などの角度は90度といったギャグがあり、上記のギャグと合わせて、ケロロ軍曹のエンディング、 異常ブスポンポンフレンドで、いくつか見ることができる。ゴリラマンダンという関西弁で喋り、すぐにバナナを欲するというネタもある。ちなみに、なんかちょうだいは、ポルノグラフィティの聖一の一押しキャグを、へぇ、へぇ、へぇ、の出演した時披露した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。